です。出来上がっております。テンション高いな。はい、始まりました。元気が出るテレビって。もう酔っ払い気分ですよ。私はね、疑問に思ったんですよ。僕は反対しましたからね。企画としてポスになるかもしれないけど、はい、撮りたい。で、何をやりたいかっていうと、はい、バスカーのブレンデッド、普通のバスカーじゃん。ブレンド。はい。でね、この前シングルグレー飲んだじゃん。飲みましたね。で、ちょっと前にシングルモルト飲んじゃん。飲みましたね。飲みましたよね。はい。シングルモルトとシングルグレー混ぜたらこれできんじゃねっていう。そんなね、安易なブレンデッドなわけないでしょ。僕、実験してみたいんだよ。実験してみたいんだよ。実験ですか？実験だ。あくまで検証。ウイスキー好きとして。うん。いや、ウイスキー好きって言ったら怒られるから。明確な意思を持った。そうです。ちょっとね、なんだろう、もう、一回作れんじゃねえかな、そろそろ、みたいな。バスカー緑。昔、ジョニー・ウォーカーでもそんなことやってましたよね、確か。やったけど、ジョニーさん、まあ、無理だよ、あんなの。いや、これも無理だよ。いや、いけんじゃねえかな、と思って。だんで、ほら、いろいろ勉強して、シングルモルトとシングルグレーのこう比率だ、なんだかんだもう。はい。で、これがベースになって、これが匂いつけるとかや。あるじゃんか、バランス的に。なんですか、50対50でいくとかじゃない？違う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 。もうそういう仕事みたいな考え方はね、もうやってないんですよ、我々。いや、我々って笑いは違う。一緒にされると結構困るな。ということで、今日はですね、はい、バスカ作ります。緑。じゃあ勝手にやってください。はい、じゃあまずですね、はい、ウイスキーのブレンドの基本、まあ、グレーンですね。グレーンってのはベースウイスキーって呼ばれるんですよ。カナディアンウイスキーはね。俺画面に映ってる必要ある？あるある。俺カメラマンになりましょうか。いやいや大丈夫大丈夫。あんたすぐ抜けたがるの。ということでですね、まずベースウイスキーで呼ばれるこのグレーンですね。はい。ただこれ一番重要なのはバーボンダルとマルサラワインダル使ってるんで、結構強烈なんだよね。ここにそんなワイン感感じませんよ。そうなんだよ。でもまあ意外とね、グレーンっていうのは。じゃあシングルグレーンをまず、はい、20いってみよう。20大胆にいきますね。大胆にいく。20いって、はい、20いって、じゃあこっちシングルモルト10入れたらもうバスカーになるんじゃない。まず一つ、僕で勝手にバスカー情報久しぶりに調べますよ、うん、いやもう作りました。まず1回目の実験、はい、グレーンが20、シングルモルトが10、この割合でちょっとバスカー、これ今緑バスカーですね。味比べしてみます。こっち緑バスカー、こっちブレンドとした方。あ、違うな、もう匂いがして違うな。あ、違う。次、これね、あれなんですよ、動画回してるけど失敗するたびに動画読むんだよ。ヒント、はい、ヒント、バスカーアイリッシュウイスキーは、うん、ロイヤルオーク蒸留所で作られた、うん、シェリーダル、うん、バーボンダル、うん、マルサラワインダルの3つの原種をブレンドして作られたスタンダードな銘柄です、うん、マルサラワインとバーボンだな。でもシェリーですね。これ意外とこっち入ってる。今度さっきの逆、シングルモルト20のグレーン10。いや、なんかさっき緑も一緒に飲んじゃったからな。で、青バスカーに関しては、うん、シェリーとバーボン、モルト原種をバッティング。ちょっと待ってくれ、もうそこで破綻してるよ。フルーティーな風味を持ちますが、リンゴの香りや味わいが強く出ると。あ、似てきた似てきた。あ、ちょっと待ってくれ、来たか。あ、はいはい。やっぱちょっとシェリー強いんだよな。無理か、ここまで来て。いや、最初から私は無理だって言ってますけど。いや、ラスト次行って。次、これ2回目じゃん。次、3度目の正直行くから。もう手遅れだよ、酔ってんだから。3回目が50対50でどうなんですか。そう、じゃあ、分かった。
じゃあ3回目じゃあ20対20いくで。きっちりこれ。アルコール度数結構強いもんな。これ両方とも。40。こっちへ、なんだ。てか、ナポさん。ん？そもそもこのブレンド 40% なんで、水入ってんだ。なんですよ。加水も必要なんですよ。加水必要か。グラム計算して 40% にしないとダメです。できるわけねえじゃん、そんな。じゃあ、最初からやめなさいな。いや、でも、なんかいけそうな気もするんだよな。50、50、10対10でいく、10対10。普通最初はこっからですよ。うん。普通はな、普通じゃないんで、僕。ですね、ナポさん。いやー、ダメだ。なんで、多水。あれでもなんか、あれあ、ちょっと待って、もしかするとこれ氷入れたらええんちゃう？もう企画本末転倒だけで、ちょっと氷入れてみよう。なんか、匂いはね、似てた。ゴブゴブが。いやー、シングルモルト強いわ。はい、ということでね、できなかったな。いや、どうやってもバスクラミドリは作れません、皆さん。いいね、あなた考えてね。あなたが作れたら、うん、みんな作れるんだ。あいな考えてバスクラミドリ作ろうとしないでくださいね。今どうやってこうやってシングルモルトとね、シングルクレーンですか、発売されましたけども、はいね、僕らあいな考えて、お、バスクラミドリ作れんじゃねえみたいな動画作りましたけど、先ほどからね、僕らとか我々とかいうのやめてもらっていいですか。おし、じゃああれだわ、ここでもう終わりにしよう。ここはい、ということで、皆さんチャンネルだ。この動画がふざけんなっていう方はもう純粋にバットボタンを押していただいて構いません。来週から来ねえぞ。あの、来週からモザイクかけますんで許してください。でっかい。すごい、もう大場所いきますんで。いや、待ってくれ、やっぱブレンドのやっぱすごいんだよ。当たり前じゃないですか。満足しましたか。いや、満足だよ。満足なんだ。満足だよ、たくさんバスカー飲んでストレートで。はい、ということで、ナポさん、最後謝って。どうも、すいませんでした。それでは、次の動画はちゃんとしてると思いますので、よろしくお願いします。本当にわからないでしょうね。